こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラビニア・フォンタナ・アクティブ・シュア。この馬も好スタートを切りました。クールタフネス前に行きそうです。ヒーバーゴルフローズそれに続いています。さらにはラビニア・フォンタナ10番スリーカラットその後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはクールタフネス、その外からラビニア・フォンタナ、内からはヒーバーゴルフローズ、その外からアクティブ・シュア、内からはツリー・カラット、グッド・ジャック、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はラビニア・フォンタナ、ビコー・ペガサス。先頭あと 200m、 ビコー・ペガサス先頭だ。残り 100m、 ビコー・ペガサス先頭。2番手はグッド・ジャック、ビコー・ペガサス、ゴールイン、ビコー・ペガサス。1着2着はグッド・ジャック。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭はサードノワール、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 サードノワール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。コミシノポルンガかわす。最内から一気に月の一番、コミシノポルンガ、コミシノポルンガ。1着2着にはどうやら月の一番。これが地方の実力だ。コミシノポルンガ。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭変わりました。先頭はトショバレー、トショバレー先頭。2番手はタイキダディ、先頭を捉えるか。やはりタイキダディ先頭だ。先頭はタイキダディ、タイキダディ先頭。タイキダディ粘る。インターライナー追いすがります。やはり強い。タイキダディ、タイキダディ、タイキダディ。1着2着にはどうやらゴールデンジャック。一番人気に応えました。タイキダディ見事です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はプリマエトワール、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はノーブルキャスター。残り 200m、 ノーブルキャスター伸びてきた。ノーブルキャスター先頭。カフェサイレンス迫る。ノーブルキャスター先頭だ。ノーブルキャスター、ノーブルキャスター。1着2着にはどうやらカフェサイレンス見事に勝ちました。ノーブルキャスター、カフェサイレンス、わずかの差で勝利を逃しました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってツキミリオン、ツキミリオン先頭、2番手はツキミリオン、あと 200m 河内シュール伸びてきた、残り 100m 河内シュール先頭、ペルシアンフルーツ迫る、河内シュール、河内シュール1着、2着にはどうやらペルシアンフルーツ、河内シュール見事1番人気に応えました。